そのブローは次戦争かな？違うね。なんじゃこりゃ。私たち今、世界の端にいるんだ。ここすにはごい教マップ団のだ古いな。歴史が眠ってるのね。これどうして俺たちがここにいるんだよ。見習いだぞ。俺たちが相手できるのはもっと小さいオークどもだ。今回は違うわ。いや、戦争だこれ。あなたが直面しているのはもう少し大きな問題なの。でもあなたにはマスターシグナスの兵器魔法があるわ。戦争しない。分かったよ。やってやろうじゃないか。ちょこっとでかいだけだろ。そんなに強くねえよ。これ階段から上がってくんのか。コボルト爆弾くんない。お、なんだこれ。ライトファイヤーデビル。炎が効かない。なんだと？氷に弱い。炎が効かない。ってことはこいつはもう必須ってことだね。炎が効かない。爆発来るなよ。なんだこれ。ひるまない。素早く。バリケードを乗り越える。炎と雷に弱い。あ、でも爆発くん、あ、でもこいつに壊され、でもこれラスボス、ラスボス最終ボスっぽいから別にバリケードさん、バリケード作戦でいけそうかな。いや、でも待ってよこれ下。あ、でも階段か。それぞれ階段で。なので、これでうまくいくだろう。隙間できる。これでぶっ飛ばしてやる。いや、時間稼ぐために上の方で作った方がいいか。ギリギリのところで。ギリギリすぎても、ボスはどのタイミングで来るんだろうな。基本最後だと思うけど。に効くだろう。んーで、こっちを。待って、これ室内じゃ使えないパターンか。ってなるとだ。他の氷ってなったらこれぐらいしかないよな。これ首。あー、でもそうなるんだったらこれ、いやでもこれそんな強くないからな。ファイヤー、炎は効かない。でもまあ今回はこのハリネズミというか、あー、両サイドに1箇所ずつ置いとくか。早くこの魔法を教えてくれなかったんだ。両サイドに1箇所ずつでダメージをちょっと与えつつ、これ上に飛ぶテレポートないのか。いちいち階段登らんとダメか。こっち塞いでる側、うん、わかんねえ。ちょっとあ、こっち塞いでる側だ。だからこっちだ。こっちのどの辺から、この辺からでいっか。これで OK だろ。これはうまくいきそうだ。壁の位置がちょっと微妙。まあ、発動してくれるとは思うけど。
ああ、これここに突き飛ばすやつ1個入れるか。うわ、置けね。広さが足んねえのか。この辺仕掛けられないな。こいつで決まりだ。これで奴らの不意をつけるはずだ。もうないな、お金。ここら辺でなんか突き飛ばす系をもう大量に仕掛けてたら結構いい感じにいけそうな気はするな。ここだけで守るか。せっかく貫通覚えさせてるからうまいこと仕掛けたいな。それだったらこの辺、ここがいいかな。いやでもまあ難しいとこだね。向けでいっか。それじゃあ間違えた。カモン、やろうぜ。かかっていきなさい。早速来てるな。この距離で当てるの難しいな。これがどういう攻撃してくるかもちょっと見てみたいです。ソーサレス、見たことのない奴らが大勢こちらに向かってきてるわ。奴らはファイアデビルよ、ケルシー。炎属性の攻撃は全く効かないわ。どれどれ。おお。敵が我々のゲートを突破する準備を進めている。あ、いたいたいた。敵が我々のゲートを突破する準備を進めている。二人同時に喋りかけられたもん。敵軍が攻撃を仕掛けてきている。ドアが破壊された。破壊された。あ、反対側か。奴らが来たぞ。気をつけろ。奴らがゲートがまた破られた。上がって、こっちはバリケードされてる側だから大丈夫だ。反対側ちょっとやばいか。やばいぞ。早く向かわないと。よし、死んだな。引き返してる引き返してる。まあ、あのバリケード壊すというか乗り上げてくんのか。
そいつが来ない限りはまあまあ安心だな。ちょっとここを強化しようか。うまくいくといいが。お金足りねえ。生き返してるね。当たら、乗り越えてくるやつなんか普通になんかこういう敵じゃないよな、ボスだよね。マーク的に多分ボスだとは思うけど、今のはマジで俺がやったのか。了解、やるなら今だ。さらなる敵が向かってきている。奴が来ない以上はもう余裕だけどな、正直。定位置に着こう。あー危ない。いや、こっちはもうほっとこう。喧嘩売るべきじゃなかったな。あ、痛い。赤点の数がすげえ。よさそうだ。凍らせんのなかなか強えな。初めて使ったわ。お金回収。危ない。
ちょっとここは任せて。これはうまくいきそうだ。この時間稼ぎはなかなか素晴らしいね。これでうまくいくだろう。こんなもんだね。戦う準備はできてる。さらなる敵が向かってきている。やつはまだ来ないな。やっぱ最後だけだな。これいらんな、正直。次のウェブで売り飛ばすか。あの微妙にやってくれてはいるか。でもまあいらんな。危ない。ここは無理か。これで奴らの不意をつけるはずだ。本気出すな。
魔王が。ってことはあともう一匹来るな。クソイム。強化しとこう。ここでもちょっと仕掛けるか。掴めてきたぞ。お金。よし、回収して、アーチャー隊もここには仕掛けられないか。うまくいくといいが。少し金が足りないな。いや、ここの壁はちょっと微妙だな。うん、これが良き。始めようぜ。やつは来ない。でも2匹同時に来られたらちょっと厳しいかもしれないな。結果だぜ。
痛い痛い。この程度か。反対側の敵だけ。もうこれ何もしなくても、いやでもアーマーがいるから無理か。ちょっと見てみようかな。手出しちゃった。うん、雑魚相手はもう余裕だな。最終ウェーブ。そうだな、手前をちょっと強化って思ったけど、突破された時のことを考えて、まあどうだろう。
こいつに切り替えて、そうだな、バリケード関係はちょっともういいかな。奥には抜群に効くだろう。これでぶっ飛ばしてやる。これちょっと上すぎるぽいよな。ちゃんと打ってくれるかな。あ、こっちでしょうか。これが俺の力だ。あと1000。壁専用のトラップだな。すまん。ここ一発入れとくか。うん、オッケー。あと一箇所仕掛けれる。こいつで決まりだ。さあって任せろ。どっちが先湧く。両方さらなる敵が向かってきている。黄色、黄色というかボスどこだ。もう俺の狙うべきはやつしかいないからな。まだ湧いてこないか。早く敵は片付けといた方が良さそうだよな。出た。そっちか。おいおい、あれってコボルトがただ単純にでかくなっただけじゃないのか。どれどれ。あれは何かしら。動きは早いわね。こいつ。モングリフ、やつはさらにどんなバリケードも飛び越えてしまうわ。魔力が消えかけてる。あ、弱いな。どんだけでかいと思ったな。おお、乗り越えていく。終わった。おーおーおお、余裕じゃねえか。余裕ではないか。まあのんびり先、いや、まあまあ強化するまでもないわ。あとはちまちま来る敵を。あ、ちょっと待って、オーガー、アーマーオーガー。当然の結果だぜ。ポーション全く問題ないな。あ、いたー。どうせだったら死なずに行きたいな。ここで一回ビリビリ入るので。あ、終わった。あ、間違えた。これで奴らの不意をつけるはずだ。まだ湧いてきそうだな。これで OK だろ。
ちゃくちゃ。もう一匹ぐらい湧いてきてもいけるぞこれ。連続キルを稼げ。ああダメだ。さあどんどんおいで。連続キルを稼ごうじゃないか。ああ終わっちゃった。良さそうだ。余裕だね。死にたくない。危ない。オッケー、パーフェクト。